さえこ、夫との離婚を考える女性に愛あるアドバイス、自分が楽なところに身を置くべき。5月9日、さえこが自身の YouTube チャンネルを更新。Instagram で募集した、人間関係の悩み相談に答える企画を公開した。この中で、既婚者の女性から、浮気した夫が何年経っても許せず、離婚するか悩んでいる、という相談が寄せられると、さえこは、旦那さんが悪いからね、許せないのは仕方ないよね、旦那さんのことも嫌なんだとは思うんだけど、多分許せない自分も嫌になってくるはずなんだよ。やっぱり、なんでずっとこれに囚われてるんだろうとか、なんで許せてあげられないんだろうとか、なんか自分って心狭いなって思っちゃったりとか、そっちがしんどくなるはずなんだよね、とコメントした。その上で、それはでも思う必要はなくって、耐えられないんだったら自分が楽なところに身を置くべきだなって私は思う。そういう負のエネルギーにずっと囚われてる生活ってしんどいから、と話しつつ、でもほら、離婚するってほんと大変じゃない。金銭的なこともあるし、子供いるんだったらどうやって育てていくのかとかあるから、やっぱり自分だけの気持ちで決められないっていうもどかしさはあると思うけど、なるべく自分の居心地の良い場所とか環境が選択できると良いよね、と語った。バル、また、許せないかもだけど、いつか忘れちゃう人か、旦那さんが何かのきっかけで、逆に乗り越えられた困難の一つにトピックとして変わっていくかもしれないし、相手のことじゃなく自分のことで埋めていくのが一番楽かも、それが離婚があるかどうかはまた別だけど、自分が心地よいこととか楽しいことまずは一杯やってみて、それでもやっぱり許せないんだったら、そこで考えたら良いんじゃないかな。難しいよね、とアドバイスを送っていた。